こんにちは、野球ノートです。今回は歴代チーム盗塁数ランキングを発表します。日本の野球はスモールベースボールとも呼ばれ、盗塁をはじめとした機動力が重要視される一面があります。最近では周東選手をはじめとした走力に特化した選手がクローズアップされることも多くなってきました。そこで今回は1990年から2019年までの30シーズンで盗塁数が多かったチームを5位から順に発表していきます。その中で盗塁というのはどれだけ数が多くてもそれ以上に失敗数が多ければ意味がありません。盗塁成功率が 70% を超えると盗塁が有効な作戦と言われる中で、盗塁成功率にも触れてランキングを発表していきます。では早速5位から。第5位、5位は2チームあり、1チーム目は2008年ヤクルト、盗塁数148個。この年セリーグ盗塁王に輝いた福地選手が42盗塁を決めています。また他にも青木選手が31盗塁、飯原選手が28盗塁、川島選手が20盗塁と20盗塁以上が4人もいるんです。この中で川島選手は一度しか盗塁しがなく、盗塁成功率が 95.2% とかなり高い成功率を誇りました。またヤクルトはチーム全体で見ても盗塁成功率が 74.4% とリーグ1位の好成績を残しています。続いて2チーム目、2010年、ソフトバンク、盗塁数148個。この年は2位西武と勝率2厘差でソフトバンクが優勝した年で、盗塁王はソフトバンク本田選手と西武片岡選手が59盗塁で分け合っています。またソフトバンクは本田選手以外に川崎宗則選手が30盗塁、松田選手が17盗塁、長谷川選手が14盗塁、木所選手が12盗塁を記録しています。この5選手全員が盗塁成功率 70% を超えていますし、チーム全体でも成功率 74.7% と高い成功率を誇ります。ちなみに秋山監督時代のソフトバンクは6シーズンのうち5シーズンでチーム盗塁数が100超えと、例年に比べ盗塁数が多くなりました。続いて第4位、1996年、西武、盗塁数149個。この年は松井稼頭央選手が初めて規定打席に到達したシーズンで、盗塁も50個を決めています。また成功率も 84.7% と高い数字を残しているんです。他には奈良原選手が22個、柿内選手が16個、大友選手が15個、ジャクソン選手が10個の盗塁を決めていて、この4選手も盗塁成功率は 70% を超えています。この年松井稼頭央選手が21歳、大友選手が22歳と若手が台頭したシーズンとなり、翌年の優勝につながりました。冷静に21歳で50盗塁ってすごい数字ですよね。続いて第3位、1990年、西武、盗塁数175個。またまた西武がランクインです。チーム全体の盗塁成功率を見ても 76% とかなり高い成功率を誇ります。中でも秋山選手は51盗塁でパリーグ盗塁王、成功率も 85% なのでかなりの好成績ですね。他には辻選手が31盗塁、平野選手が23盗塁、苫篠選手が11盗塁で、いずれも成功率は 70% を超えています。またこの年、4番清原選手が11盗塁、5番デストラーデ選手が10盗塁を決めているんです。成功率は 70% に満たないものの、チーム全体が盗塁への意識が強かったことがうかがえますね。続いて第2位、2011年、ソフトバンク、盗塁数180個。盗塁数も2位楽天とは50個の差をつけました。盗塁成功率を見ても 78.9% とかなり高い成功率を誇ります。個人で見てみると、本田選手が60盗塁でリーグ盗塁王、川崎選手が31盗塁、松田選手が27盗塁、福田選手が22盗塁、長谷川選手が13盗塁を決めていて、この5選手全員盗塁成功率が 75% を超えます。1番川崎選手、2番本田選手はバッテリーからしたら本当に塁に出したくない2人ですよね。塁に出してしまうと3番に首位打者内川選手が控えているわけですから、相手からしたら本当に脅威です。では最後に1位の発表です。第1位、1997年、西武、盗塁数200個。西武が3回目のランクインです。盗塁成功率も 78.1% と高い数字を残しています。またこれだけ盗塁を決めているので、得点も656点でリーグトップの数字でした。この中で松井稼頭央選手が62盗塁で盗塁王に輝き、チームの機動力野球を牽引しました。1番に定着した松井選手は打率も3割飛んで2厘を残しているので、相手からしたら脅威の1番バッターだったことは容易に想像がつきますね。他にも大友選手が31盗塁、高木大成選手が24盗塁、
奈良原選手、川田選手、清水選手がそれぞれ13盗塁、原井選手が11盗塁と2桁盗塁の選手が7人もいるんです。そして盗塁数チームトップ3の松井選手、大友選手、高木大成選手が1番から3番を打っていたので、相手バッテリーは嫌だったでしょうね。また西武は2017年から2019年の3シーズンでも盗塁数はリーグ1位です。破壊力抜群の打線に盗塁は欠かせないのかもしれませんね。さて、盗塁といえば福本豊選手を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。そんな福本選手が在籍した阪急ブレーブスのチーム盗塁数最多は1974年の228個です。そのうち福本選手は94個というとんでもない数の盗塁を成功させています。チーム盗塁数228個もかなり多いですが、その半分近くを一人で稼いでる福本選手はやはり化け物ですね。今後もデータを活用してよりプロ野球を楽しめるような動画を投稿していくので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。